はい、どうも皆さんこんばんは。配信がイソロランクシリーズ第2弾、ケイトリン使っていきたいと思います。録画開始開始というところでね、なんか何やろうかなって悩んでケイトリンやりました。何が見たいですか皆さん。皆さんは何が見たいですか。武器取りだね。ちょっとボンワンは持ってるから、ちょっとオールインの時に使いたいから、ちょっとあんまハラスはしないとこうかな。バレてるやん。ボンワンは使いたくないな。あ、でもさすがにヘッドショットは敵に当てるか。これ2レベ先行確定だから、あ、相手もなったか。あ、ルルレリックか。これは農地だし、ちょっと2位取ろうかな。 CC チェーンできるし。うまい、いいね。ルルちゃんと A 入れてくるタイプだ。このマッチアップな、特に何もできないんだよな、俺だけじゃ。ボンワン使った。ラストヒットだけ取って。でもフラッシュ切ろうかな。あ、今カサディン来てたよね。カサディン、え、カサディン、あれ俺見間違い、今あいつだけだった。いるよねやっぱり。サロンかい、これ。落とし、ナイス。いいね、2キル取れた。序盤のケイトリに2キル入るのでかいな。しよっかな。ダイナミズムでもいいけど、今回はバーサーカーでいくか。で、何いこっかな。最初アピファ持ちたい、アイー持ちたい。アピファとアイー持ちたいでしょ。ストームレーザーが丸いのかな。あんま好きじゃないんだけどな、このアイテム。頑張れ、当てろ、頑張って。これはヘッドショット当てに行きたい。これ届くんだ。なかなか射程長いです。あ、使っちゃった。ブルーにアルティメット使わせてえな。ブルーにアルティメット使わせたいけど、ちょっと逃げちゃった。え、なんかいい、え、これ待って、あれか、変更入力型、今手当たっただけなんだけど。マナないね。なんか踏んじゃうんだよな、これって。これ別に帰んなくてもいいし、続けるか。いてきついしね。
帰るか。まあ、いっか。マナないし、さすがに帰るか。正直残りたかったな、なんか。まあ、あんま帰ってもうまみないんだよな。もう200点だった。うん、俺間に合わないし、もういいや。ノイス？いいね。ルーちゃんもやってるかな？いいね。これはちょっと圧かけるか。ナイスだね、味方。まねえかな。あー、マジか。今のやれたっぽかったのにな。あ、これも一投押してるし、味方一回帰るし、俺も帰るか。マナないし、おマナ使っちゃうね。で、いや、いいテラピカかな。サイレンをして、ブルーってなんかほんとうぜえよな。連戦強えし。なんかでも味方めっちゃ勝ってるから楽勝だなこれ。何してる？決めて使った？決めて使ってるね。なんでだ。アディオース。いや気持ちいい。やっぱアルティメットでキル取れる。あー待って、ごめんごめんごめん、こんなことしてたんだ、全然見てなかった。アルティメットでキル取ると気持ちいいよな。あれとしてね、連打してたら相手のエリアもいいね。ちゃんとカウンターで、カウンターでミッドのタワーを取るという。なんか水も育ってんだけど、何これ。なんかもうやることないかもな、割と。まあ、ケイトリンで狙う、あ、全然ソロ級のことぼやいてなかった。ケイトリンで狙うことって、まあ、1スキルを、まあ、連押しつつのハラスで使うことと、 6発目のヘッドショットを相手に当てるっていうのと、まあ、あとコンボだね。で、あとタワー下とかに、まあ、適当にこう罠を置いとくと、まあ、引っかかってくれるから、なんか知んないけど俺も引っかかんだよな。なんかね、意外と当たり判定強いんだよね。あと 1,2,3 上げかな。すげえ追われてんな。すごい追われてる。このまま追っても勝てそうだな、これ。かなり強い。ナイス。あ、これはバリアあるし、ベイトだね。ちょっとは別に取られてない。これミッド戻んないとな。俺一人だと戻れない。あ、カサディン言ってくれた。だってよかった。そして時空間そのもの。いいね。結構ダメージ出るようになってきた。ポップいってほしかったけどね、本当は。本当にスタップしてくれるとありがたいんだけどな。別にいいんだけど、俺はいっぱいファームできるしいいんだけど、戦闘の強の方は多いよね。
このスローかけれるからダメ。まあまあこれスノーボールできてるときはストームレーザーいいと思うけどね、負けたときどうなんだろうな。だけパワーないよな、負けてるときストームレーザー。なんかケイトリンってなんか成長曲線が、なんかこの話聞いたことあるかもしれないけど、新しい人向けに言うとケイトリンってこう結構成長曲線がいびつなんだよね。何してんのこれ。なんか序盤強くて中盤弱くて後半強いっていうなんか謎のキャラクターだから。こんな痛い。あと俺よくやるけどね、もうね減ったら帰る。これ鉄板。ただ帰る、まずは。なんかここでうろちょろしてたら相手にキル入ってシャットダウン取られるし、もう減ったらすぐ帰りましょう。みんな移動中です。移動中です。敵を倒しました。ルメが入る。いや、よしよし、3コアだね。ワドン入ったか。ちょっと気をつけた方がいい。こういう風にあとね、あの移動中はマジでこうマップ見るの、マップじゃないタブ開くのクソ大事。あとオブジェクトファイトの時は敵が入ってきそうな位置とかに置いとくと、まあ、基本効果的かな。敵が見えてからでもいいんだけど。ブッシュとかに入れるのも強い。バロンやるときだったら、まあ、ここ取って置いとくと、あ、いいかな。で、あとここに入ってくるやつらに出て置いとくとか。だからここに3つ置きたいね。え、待って、そんないんの？そんないるとは思わなかった。強っ。マジか。バリア使う暇もなかったんだけど。サディも結構ダメージ出るんだな。別に全然育、まあ全然育ってないこともないか。こっちぐらいしか育ってないの。今のダメージ出されちゃう。でもカサディも結構背負ってんの。これは相手 FP も借りてかな。どうかな。あ、行けなかった。あ、ワンパンされちゃ意味ないしな。やばいよー。あたりに強い。あー、味方死んでるし。移動中です。カサディに育ってんのも具合悪いな。あれもティー使おう。フィールドも強い。
貫通はいらないかな、別にいらないね。まあ、知見でけどでも付与しようかな。いないし触っていいと思うけどな。別にナイス。え、強っ。ドネ強いね。やるね。このままトップミット押していきたいな。あとできるなら時計が買いたかったりとか。バイバーイ。一旦帰ろっか。あ、ダムで倒せるかな。さすがに倒せそうだね。ドア行ってないのか、ラフだけか。なんかさっきボットでリリアと一緒にヨネと戦ってたのにもういたんだな、あっち。ナイス。ガチかな。あ、まだインファーか。だね。ここもカサリンの身に対してかけないとな。カサリン時計ダウン。おはぐきの気持ちだね。トリカ。うわ、貫通させちゃおう。あ、これは無理だね。まあまあ俺のおかげで敵が釣れたと思えば。まあ、リリア倒したし取れるんじゃない。間に合わないか、さすがに10秒だと。いや、集団接種を待ってほしい。俺をまだ俺はリリア来てなくて、くさー。これバッちゃった。強すぎ傷強すぎ傷強すぎちゃった。いやてかカサリンってあんなダメージ出るんだな。ちょっとびっくりしちゃった。なんか引きつぼみだね。なんか敵の工程が あれだったから。まあほんと戦う時に W ばらまくぐらいじゃないかな。あとは本当に W はね、もう暇あったら集団戦というか敵と戦う時はマジでばらまいていい。あ、それこそさ、でも最後見たら殴り合いの時は間に合わないかもしれないけど、ああばらまいときはばらまいときだけ得得みたいなとこはある。なんかこれ傷強すぎたな。特に俺も喋ってないし。まあね、久しぶりのケイトリン動画っていうところで、まあ、連でジンクスボコったからいいとするか。はい、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。